ネジがテンテンに負けた。どんなズルを使った。ナルトか。ちょっと人聞きの悪いこと言わないでよね。私はズルなんかしてないわよ。ちゃんと回避修行でネジに勝ったんだから。回避修行。敵の攻撃を回避して無駄な戦闘を避けるための修行よ。しかしテンテン、なぜそこまで回避がうまい。要はリングの使い方次第よ。リングか。確かにテンテンは使い方が群を抜いてうまいからな。でもさでもさ、それなら俺でも簡単にクリアできそうだってばよ。あら言ってくれるじゃない。なんならあんたも同じ修行をやってみる。いいぜ、やってやろうじゃね。面白いわね。それじゃあ早速始めましょう。あんたの腕がどれほどのものか見せ。才能の差ってやつ。悔しい。テンテン、そう悔しがるな。今のままでも十分。ネジ、今すぐ修行のやり直しをするわよ。ついてきて。なんか悪いことしたかな。いや、お前に負けて逆にやる気が出てきたようだな。いい傾向だ。そっか。ネジ、テンテンのこと頼んだってばよ。おっ、加賀先生。ナルトか、ちょうどいいところに。ん？あのな、お前にちょっとお願いがあるのよ。どうしたんだってばよ。実はな、ジライア様にお前から頼んでほしいことがある。加賀先生がエロ仙人に？これは極めて重要な頼みだ。失敗は許されない。どうやらイチャイチャタクティクスには初回限定版があるらしいんだ。俺はどうしてもそれを手に入れたい。たとえどんなに金をつぎ込んでも。だがもうどの書店も予約を打ち切っていてな。そこでジライア様に直々にお願いしようとした。それでだな、ナルト、お前もジライア様探しを手伝ってもらえないか。もうさ、イチャイチャ趣味ってばやめれば。なんかもう見てらんねってばよ。何を言う。あれは俺の宝だ。魂なんだよ。頼むよナルト。なんなら新しい術を教えてやってもいいからさ。まあそこまで言うなら協力するけど。なんだかな、情けねってばよ。ジライア様は
木の葉のどこかにいるはず。忙しい。話なら後にしろの。あのさ、ちょっと話があんだけど。お前、ちったわしの話を聞けの。初回限定版か。まあ、カカシの頼みを聞いてやらないこともないが、それにはちょっとした条件が。はいはい、どうせ取材の手伝いをしろとか言うんだろ。仕方ねえから手伝ってやるってばよ。その投げやりな言い方が気になるな。良い心がけだ。それで俺ってば何をすればいいんだよ。実はな、つい先日新しい取材先の情報が入っての、今回はそこを取材しようと思うのだが、どうにも邪魔が多くてかなわん。そりゃそうだろうな。そこでだ、お前の力を借りて目的地まで強引に突っ切ろうと思う。強引にね。この作戦はわしとお前の最低限の人員で行う。いわば、ああ、もうどうでもいいや。おお、頼もしいやつだの。それでは準備が整い次第出発するぞ。準備は整ったか。よし、それじゃあ気合い入れて。目指すは風の国の砂洞穴。え、そこって砂漠のど真ん中じゃなかった？うん、最近になって急に水が湧き出したらしい。まさに砂漠のオアシスと化していると聞く。大丈夫なのかその情報。考えるのは後だ。今は行動あるのみだの。へいへい。
で、ここのどこら辺がお…そんな…わしが得た情報では、ここで裏若き乙女たちがはしゃぎながら水浴びをしていると…残念でしたね。誰だ？さくらちゃん？あんな情報に引っかかるなんて、ジライア様もまだまだですね。まさか、わしの耳に入ってきた情報。はい、ジライア様をあぶり出すために師匠が考えた。そんな、今まであいつに見つからぬよう必死に姿を隠していたというのに。さて、ジライア様、がっかりしてるとこ悪いですが、今までの覗き事件に関して言いたいことが山ほどあるそうですから。それは断固拒否する。だったら仕方ないですね。力ずくでも連れて行きます。ナルト、指定の力を見せる時だ。エロ仙人ってば、おとなしく捕まった方がいい。かー、お前はあの2年半の修行の恩をあだで返すつもりか。そうくるか。行くぞナルト。はっ。わしを止めるにはまだまだ力不足だったようだ。今回のところは引きます。ナルト、あんたは覚えてなさいよ。ギャッハッハッハ、正義は勝つ。どう考えてもエロ仙人は正義じゃねえだろ。しかし騙されていたとはな。とこれで気が済んだろ。だったらカカシ先生のところに行こうぜ。はあ、仕方ない。よし、そんじゃあ、カカシ先生。Thank you.
と。ナルト君じゃないです。しずねの姉ちゃん、こんなとこでどうしたの？ん？別に何でもないです。まあいいや、そんじゃな姉ちゃん。時に二人に聞きたいことがあるのですが。なんだ？どこでとは聞きませんが、お二人ともさくらに会いませんでした？さくらちゃん？え、なんというか、さくらにはある指令が言い渡されていたのですが、どうやら失敗して。まさかしずね。覗き事件も許せませんが、私の後輩を傷つけるのはさらに許せません。え、姉ちゃん、このことは綱手様の前でしっかり反省してもらい。と遊んでやるかの。行くぞ。応援。戦艦。炎に焼かれるがよい。おお、負けたな。オーリアン！どっかに！オーリアン！やった！俺の出番！勝負あり！いや！ここは任せたぜ！山仙人の力、思い知ったか？沈め。ここは引きます。
まさかここまで邪魔が入るなんてな。エロ仙人、一度自分のやってることをしっかり見直した方がいい。お前には分からん世界もあるんだの。はあ、まあいいや。今はカカシ先生んとこに急がなきゃいけねえしな。そんじゃエロ仙人、行こうぜ。を連れてきたってばよ。ご苦労。どうしたんだってばよ。エロ仙人に頼み事があるんだろ。ああ、あのことか。あの件はもうどうでもいい。え、どういうこと。待てなると、その態度、口ぶりだろ。怪しい。気づいちまったか。やはり綱でか。かかったね、ジライア。前の悪行はここで終わりだ。私の罠。え、え、カカシ先生まで。カカシ、お前わしに頼みがあるんじゃなかったのか。いえ、それ実はもうもらったんですよ、五代目。なに里を滑る私の力を侮ってはたまる。一声かければどんなものでも手に入るんだよ。それは権力の使い方を間違ってないか。意見の後でいくらでも聞いてやる。それよりも今からは別の話をしようじゃないか。なあジライア、結局こうなるんだよな。エロ仙人頑張れよ。ナルト、あんた笑ってられると思ってんの。さくらちゃん、
砂洞穴での一件について話をしたいんだけど、じっくりと。おっか、あれはエロ仙人を守るための事故で。大変だな、ナルト。カカイ先生、笑ってないで助けてくれよ。元はといえばカカイ先生がいけねえんだろ。すまないな、今の俺にはこんなことしかできない。約束していた真実だ。しっかり役に立ててくれ。逃げやがった。しかも嬉しそうに。さあ、じっくり話をしましょうか。さあ、じっくり話をするか。そりゃねえってばよ。そりゃねえの。ナルトよ、お前も災難だったの。エロ仙人ほどじゃねえけどな。はあ、はあ、1、2、3、4。激マヨ先生、そんなに体操してこれからなんかすんの？男が体操をするとき、それは熱き決闘の前だと決まっている。決闘ね。で、今日は誰と決闘するつもりなんだ？俺が決闘する相手はただ一人、畑かかしだけだ。ああ、やっぱりね。ナルト君、君にはこの決闘の見届け人になってもらおう。え？世紀の対決だ。どうだ、見たいだろう？そうだろう、そうだろう。まったく君はなんてラッキーボーイなんだ。そうだな。遅い。確かにな、いくらなんでもカガシ先生遅すぎだってばよ。ナルト君、すまないがカカシを呼んできてくれないか。そうだな、これ以上待つのも嫌だし。俺ちょっと探してくるってばよ。任せたぜ。じゃあね。激マヨ先生がカカシ先生のこと待ってるんだけど。ガイナ、
決闘の約束忘れたの？そんなのしたっけ？だっけ、激まゆ先生ってばずっと待ってるってばよ。とは言ってもな。どうしたんだってばよ。いや、前の任務で痛めた左腕が盲腸でな、ズキズキするんだ。この腕ではあいつと戦うことなどできん。すまん、ガイ。大丈夫か、カカシ先生。ナルト、俺からのお願いだ。ガイの決闘はお前が受けてやってくれ。俺が？お前は男として一人の立派な忍びと見込んでの頼みだ。やってもらえないか。立派な、しょうがねえな。そうか、ありがとう。カカシ先生はそのまま病院に行ってくれ。決闘は俺が勝っといてやるからさ。相変わらず単純なやつだ。俺ってば立派な忍びか。加賀先生、代役はしっかりやってやるからな。待っていたぞ。さあ始めるってばよ。ん？どうした？喋り方がナルト君にそっくりだが。ああ、ちょっと口真似してみたり。お茶目なやつね。だが勝負は真剣勝負だ。手は一切抜かないからな。おう、かかってこい。やはりおかしい感じがするが。まあいい、始めるぞ。次は我がライバル。疲れた。しまった。ナルト君。なんということだ。これには深い訳があって。なんということだ。まさか我がライバルが一人増えるとは。え？さっきの戦い、俺
俺の魂は震えたぞ。これはもう俺のライバルだと認めるしかない。いや、それはお断りしたいんだけど。これからはナルト君対策も考えねばな。すまんが、俺はこれで失礼するぞ。それではな、我がライバルその2よ。とんでもないことに巻き込まれそうだってばよ。